ご視聴ありがとうございます。楽しいのボビューの原です。リクエストにお答えします。前回ですね、お絵かきホットケーキってやってほしいっていうリクエストいただきまして、やったところですね、もうちょっと描いてよっていうことで、犬の絵を今回描きたいと思います。あと、他の絵にも簡単なやつなんですけれども、チャレンジしてみたいと思います。フライパンの火はもうごく弱火で、これ多分ですね、油引かなくてもこれできるんじゃないかなと思います。油引かずにやってみたいと思います。フライパンが温まるのを待ちます。いいかな。これでこれですね、こっちに色がついたホットケーキミックスの生地があります。これで描くんですけれども、犬を描きます。ガルル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 ルワンっていう、まあ、今年犬年ですから、これ年賀状にも描いた犬の絵なんですけれども、わ、失敗しちゃったな。ここが出方が良くないですね。あんまり犬っぽくないですね。ちょっと修正しましょうか。これでもいいって言えばいいんですけれども、もう一回トライしてみたいと思います。これ失敗ってことで、もう一回チャレンジします。どうですか。これが耳で、まあ、目、鼻、口みたいな顔、犬の顔ですね。こんなの年賀状に書いて送りました。今年はこれで犬は出来上がりってことにしましょう。絵の上にですね、何も色をつけてないこの生地を乗せてホットケーキにして仕上げます。どうですか。ひっくり返しました。いい感じですね。もうちょっとこの周りの位置ですね、円に対してこの犬の絵の位置がちょっとずれたかなっていう、なんか大判焼きみたいですけど、これでいいんじゃないかと思います。犬ですね、一応犬ですね。この裏が焼けるまで待ちますね。今いい感じでふっくらしてきました。面白いですね。出来上がりました。犬のホットケーキ、お絵かきホットケーキで犬を描きました。もう一作作ってるんですけども、これはもうできてからのお楽しみってことで、焼き上がってからお見せします。ホットケーキの生地で覆っちゃいました。外は雨です。雨で今深夜なんですけれども、お絵かきホットケーキで今自分としてはもう結構盛り上がってます。ひっくり返すの大変でした。どうですかドラえもん。失敗しちゃいましたね、ひっくり返すの。それでもドラえもんはバッチリみたいな、芸術的ですね。なんか壁画の絵みたいで。2作目はドラえもん、こういう時の定番ですね。ドラえもんをお絵描きしました。ドラえもんとワンちゃん、チャンネル登録をお願いします。この動画が良かったって思われた方は高評価のボタンをクリックお願いいたします。またこのなんか描いてほしいって人があったら何でも描きますので、リクエストお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。楽しいのボビューの小原でした。